確定、次桃山御陵前停車。パンタ上昇静止、よし裏、よし。こんばんは、近鉄ファンチャンネルです。今日は近鉄電車の運転者車掌になるための、訓練や授業を受ける養成所でもあります、こちら名古屋統括部の白塚教習所に来ております。私は近畿日本鉄道の矢野健です。実は私もかつてこちらの白塚教習所で車掌や運転士になるための教習を受けておりました。本日はちょっと懐かしい気持ちでいっぱいです。本日はこちら白塚教習所で、車掌を目指す社員たちが教習を受けているということで、教習所の1日に密着したいと思います。さらに、私のかつての恩師でもあります先生方たちにも話を伺っていきたいと思います。それでは参りましょう。近鉄ファンチャンネル出発進行。朝8時30分教習生たちが出勤してきました。今日も一日の教習が始まります。本日密着するのは車掌になるための教習を受けている教習生たちです。ここ白塚教習所では将来運転士や車掌といった乗務員になる社員たちが教習を受けます。出勤後、教習生たちはまずラジオ体操に取り組みます。しっかりと体をほぐし、今日一日の教習に備えます。続いて、今日の日直が朝の訓示を行います。昨日の目の不自由なお客様の乗車に関しての研修お疲れ様でした。駅員時代でも目の不自由なお客様の介助を行っていると思いますが、車掌という立場に変わっても目の不自由なお客様または体の不自由なお客様の動静等に気をつけて車掌業務に励んでいきましょう。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。教習が始まりました。午前中の教習内容は車両の仕組みについて学ぶ車両という授業です。私もこの授業を受けました。懐かしいです。空気の流れを、目で見て確かにできるようにしてある装置というところで、見ていきたいと思います。実際に、あともう一つ大事なのは、これはブレーキをかけた時どのようにブレーキがかかるかを学んでいる様子です。ちょっとここで豆知識。ブレーキって空気の力でかかるってご存知でしたか？皆さんも駅でシューという音を聞いたことがある方もおられるかと思いますが、あの音の正体がブレーキなんです。座学だけでなくシミュレーターを使って学んだり、実際の車両に乗り込んだりして、より実際の乗務に近い環境で学んでいきます。続いて教習生たちは実際の車両を見に行くみたいです。ついて行ってみましょう。3点指示、足元注意。開けてもらって、三点指示、足元注意、はい、で、パンと見てもらって、ちょっと見にくいけど曲がっとるで、見てもらって、パンと上昇、静止よし。はい、わかりました。電池切り確認。あるよ。電池切り、よし。
ファンタ上昇1、2、3、ファンタ上昇静止確認。ファンタ上昇静止よし。電池入り、電池入りよし。 MP 圧力400畳よし。 MG 起動、運転表示灯点灯よし。 MG 起動よし。電灯制御入り、入りよし。はい、 OK。 あー、不安そうな顔で見やんでも大丈夫。じゃあね、今日はね、ちょっと一つ見てもらいたいものが、まずこれ車両がさ、今教習生たちは扉扱いの注意点について学んでいます。扉扱いを誤るとお客様が線路へ転落してしまうなど重大な事故につながる可能性があります。しっかりと学んでいきましょう。それでは教習生たちは引き続き教習を受けているということで、ここで教習所の中を探検してみましょう。はい、それではこちらはですね、白塚教習所の野外実習場の方へやってきました。ここからは、白塚教習所の松本先生に、いろいろ紹介をいただきたいと思います。実は松本先生も僕が運転士教習生時代、大変お世話になった先生でもあります。よろしくお願いいたします。はい、では早速ちょっと紹介の方をしていただきたいんですが、まずちょっとこちらですね。そうですね、この黒い塊何なんでしょうかね。これはあのポイントといいまして、列車車両の振り分けをするところですね。こちらから行くと2つに分かれて、2つに振り分けすると、あちらから来ると2つの線路が1つになるというポイントという説ですね。事故が起こるとしたら僕がよく聞くのはこの間の隙間に亀が挟まって転換が完全にしなくなるという話はよく聞くんですけど、本当にそういうのは起こるもんなんですかね。僕はあまり経験がないです。まああのね、田舎のところ行くとよくあります。また雪とかね、そういうものが間にあの挟まるとポイントの不転換ということになりますけど、ポイント自体の機械的な設備については非常にあの精度の高いもので、ほとんど故障はないんです。で、点検も非常にあの定期的にきちっとやってますけども、そういうあの物理的な物質、物体、亀とか雪とかそういうものがこの空いてる側にあの挟まってしまうと、ポイントの不転換というところで、これが動かないと、したがって信号が出ないと列車が動かないという状態になります。先生ならではのやはり的確な解説がやっぱり素晴らしいです。一応司令長も知らない。司令長はすごいですよ。司令長はまたきついよね、現場でね、リアルタイムでのアクシデントに具体的に秒単位で接するのが運転指令ですのでね。おっしゃる通り。さあ続いてなんですけども、こちらやってきましたけども、これはよく線路でも見かける踏切だと思うんですけど、はい、踏切もやはりいろいろこちらで訓練などではよく使われるものなんでしょうか。そうですね、踏切っていうのはやっぱりあの一般の自動車との歩行者、はい、まあ、自転車を含めますけども、その、交差点、接点になりますので非常に重要な設備になりますね。はい、松本先生、こちらの非常ボタンもありますけど、こちらはどのような時に押せばいいんですかね。そうですね、踏切道内で乗用車が落輪したとか、また誰かが閉じ込められているとか、アクシデントがあった時には速やかにこのボタンを押してもらうということになります。はい、ここで白塚教習所の設備についてご紹介したいと思います。こちら白塚教習所の教材室になっております。シミュレーターやりましょうか。シミュレーターやりましょうか。はい、こちら白塚教習所のシミュレーター装置になります。こちらの装置は電車の内部の、設備をそのままで、目の前のモニターに風景を映すことで実際に運転しているような、
感覚でシミュレーション、運転のシミュレーションができる装置となっております。今回、私が久々に挑戦してみたいと思います。じゃあ山さんよろしいですか、はい、じゃあ運転台に座ってください。はい、まず MG から動かしてください。 MG 起動了解しました、はい、MG 起動。運転表示と点灯、よし。はい、あと制御と整備してください。はい、制御スイッチ入り、よし。 ATS 電源表示と点灯、よし。操作45、よし。リセット操作123123。それでは運転義務ついてます。はい、それではまず扉を開けます。普通よし。いや懐かしいですねはい、じゃあブレーキ試験を行います。緩め BP500kg BC0kg よし。全制動SAP400kg BC380kg 新振動なし。回転踏み1回目新振動なし、2回目新振動なし、緩め SAPBC0kg よし。これもすごい、はい、これでは出発信号機出します。了解しました。リアルにブレーキ試験ができて、いいですか。これは実際に行うブレーキ試験というもので、ブレーキが実際に動作するかどうかを停止している間に確かめるもので、実際にこれも本当の電車と全く同じような状態になっているんで、運転士をなる前の教習生にとっては素晴らしい、教材としては素晴らしいと思いますね。まず、今停止信号が阿部の町の4番線停止信号が出てます。これに対して出発信号機を出します。あちらの前方の信号機が赤から青にかけます。今変わりました。これによってこの電車が発車してもいいと、閉塞が取れましたよっていう、前が空いてますよという意味があります。もう一つ電車の設定が合っているかどうかということで承認合図が出ます。範囲よし、はい、電車の設定という情報が駅の情報と合っているというと、照合すると承認合図が出るという形になります。で、車掌さんは承認合図、それから表示等を確認しまして、ドアを閉めます。扉が閉まります、ご注意ください。では運転手さん今から出発します。車掌さんからの出発合図をいただきます。はい、今車掌からベル2段の出発合図が来ましたので出発したいと思います。4号線出発進行、操作45、ノッチを投入します。はい、現在阿部の橋は定刻です。確定、次桃山5両前停車、制限40、閉塞進行、桃山5両前に到着いたしました。無事に止まりましたか。無事に止まりましたね緊張しますねただこのように、運転士になる前にこのように実際に風景をちょっと通して運転どんな感じかって分かるこのシミュレーターの教材はすごく、教習生にとってもためになるものであると思います。私自身も昔こちらで教習しているとき、大変こちらのシミュレーターを通して、運転手はどのようなものかっていうのを学ばさせていただいた過去はありますんで、非常に充実したものではあると思います。はい、今ちょっとシミュレーター終わりましたが、松本先生、こちらなんかあのボタンがありますけど、これは何なんでしょうかね。
はい、こちらは非常通報ボタンということで、ホームに取り付けております。あ、線路内転落時の緊急時にはこのボタンを押してもらう。あ、なるほど。なんか見たことはあるような気はしますね。ですね、お客様が転落したり線路に物を落としたりした時は、はいはい、すぐに電車を止めてもらわなければなりませんので、とりあえずこのボタンをすぐ押してください。あ、なるほど。実際押してください。はい、じゃあ押してみたいと思います。なかなかけたたましい感じで警報が鳴りますね。はいはい。復帰については駅係員、がいたしますので、このまま押した状態で、ほっといてください。よろしいでしょうか。押した状態で待っていれば。そうですね、駅係員が駆けつけてくださるということです。安全を確認してから復帰しますので戻すことはしないでください。なるほど、はい、それではそろそろお昼になったのでお昼ご飯にしましょう。軽くインタビューできればな。だってキューちゃんいいですか、軽く答えていただいて。教習どんな感じですか、楽しく言われてますか。はい、分からないことも多いんですけど、新しいことが多分で新鮮にやれてます。どんな社長になりたいの。イレージでもちゃんと自分のやるべきことをしっかりと見つめられるような、社長になりたいと思ってます。将来はやはり運転士になりたい。そうですね、将来は運転士になりたいです。どうしようどんな感じで楽しくやれますか。そうです、今まで僕駅に1年4ヶ月ぐらいいたんですけど、全然車掌をすることは駅とは全く違うんで、新しく覚えることがばっかりです。新しく覚えることばっかりです。知識が、はい、そうです、難しいこともあるんですけど、ま、学んでいくの楽しいです、はい、お昼それ何だったの。そうですね、一応昨日のご飯の残りだったりとか、一応母が作ってくださるので毎日ありがたいです。教習はどんな感じで楽しく聞かれたの。そうですね、自分駅員を3年やってたの で、ね、車掌関係だったり電車の車両に関しての知識が全くなかったので、で駅業務時にこれ何のスイッチやろうなって気になったりしてて、で授業で出てきた、あ、これはそういう取り扱いするんやっていう場面が多くあるので非常に楽しくやっております。それでは松本先生が授業に行かれるということで、ちょっとその様子を覗いてみましょう。今は線路や信号の設備について学ぶ信号線路という授業です。これは転換装置、つまり列車の行き先を変える装置についての授業ですね。しっかりと聞いとくんやで、教習生たち。これ割り出しの力で、ね、ここって間違いない。ただこっちから来るときはこっちの線で投げない。固定しとる。ええわ。直流中の。一つ大事なことがあるんで、ここに組み立てしたい。この線上のセクション。スムーズに入れ替えて、ここはそろそろ低い。そして教習生たちもシミュレーターを使ってしっかりと訓練していきます。シーキーマーって何か書いてるけど、こうじゃなくて全体的に押さえる、うん、こうじゃなくて確実に押さえ込んでいる、パンパンってやる、こうじゃなくてこうじゃなくて、こういう感じで、ミスのない。皆さん、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 ご注意ください。ご注意ください。停車いたします。悪いことなんて言ったのよ。悪いな、ちょっと手すばらしさは。司令に乗ってちょっと待っとけな。
様の差し入れに行って了解です。はい、連絡したんで運転再開します。いいかな。運転再開の件了解です。また車内助手頼むわ。車内助手、先ほども急停車ご迷惑をおかけいたしました。列車の安全装置が働いたため急停車いたしました。現在に気を異常ありませんので運転を再開いたします。ただいまから車内に参ります。ご用のお客様はお知らせください。それでは今日一日の教習内容が終わったようです。最後に安全運転五則を唱和して終わります。安全運転五則1. 安全速度をガラス乗る。 2. カーブを手前でスピードを落とす。 3. 交差点で。教習生の皆さん、お疲れ様でした。まだまだ教習は続きますが、頑張って立派な車掌や運転士になってくださいね。それでは今白塚教習所の施工主任教師に、来ていただきました。施工主任教師は私がかつてこちらで教習を受けていた際、授業を持っていただくなど大変お世話になった経験大変お世話になっております。それでは担当している教科についてちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、まず教習的には運転士の教習に特化しておりまして、その中でも運転法規を担当しております。運転法規というのは電車の操縦に必要な法規について授業を行っております。ああ、なるほど。法律的なものっていう位置づけで。そうですね。ああ、なるほど。瀬古先生は、まあ、法規を担当してらっしゃるということで、まあ、私もかつて瀬古先生の大変わかりやすい法規の授業を受けさせていただいて、ありがとうございます。運転士になる上での私の糧になっておりました。大変お世話になりましたね。まあ実際私も運転士しておりましたが、まあ私の無事に免許もらって何よりっていう感情はやっぱりありましたね。お疲れ様。そうですね。私もあの矢野君の運転している姿を見て、あ、頼もしく感じておりました。ありがとうございます。まあ、それでは最後に、今後憧れを持ったお子様やったりがまだまだいらっしゃると思うんですけど、何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。まあ、近畿日本鉄道に入社しまして、そこから運転士になったぐらいからですかね、やっぱり地域の方のお役に立っているなという実感があります。これからも鉄道は交通機関としてはなくてはならないものなので、皆さん私たちと一緒に近畿日本鉄道を盛り上げていってくれる、そのような運転手を目指すような子どもたちが出てきてくれたらありがたいなと思っております。はい、本日の動画は以上になります。普段見ることができない白塚教習所の一日密着や紹介など楽しめていただけたでしょうか。このチャンネルではこんな裏側が見たいというリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄にお書きください。また高評価チャンネル登録もぜひお願いします。近鉄公式ツイッター近鉄通信もぜひフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。